はい、皆さんこんにちは、東京美容科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日の質問なんですけど、よく形成外科認定医っていう資格があるってあるんですけど、その資格ってどういう基準だったり、なんかちょっと一般の人には分かりにくいのかなと思うので説明いただけたらと思うんですけど、まあ、そもそも大学病院で お医者さんの免許取るじゃないですか、はい、大学で。で、美容外科医になろうと思っても、美容外科医コースっていうのはないわけですよ。そもそも、まあ、皮膚科だったり、産婦人科だったり、麻酔科だったりって、その保健医療の科目は、医局はあるけれども、美容外科っていうね、医局がある大学病院っていうのも、神戸大学ぐらいしかないんじゃないかな。で、神戸大学で勤めるとしてもいきなり美容外科に入ることはできなくて、やっぱ形成外科っていう中の美容外科っていうジャンルになるんだよね。まあ、いろんな考え方あるけれども、一応日本の医師免許制度は医師免許を持てば何かを選択することもできるの、産婦人科になりたかったら産婦人科の医局に入るし、脳外科行きたかったら脳外科行くっていう、こうする成績順でも何でもないわけ。自分がやりたいものを選べるんですよね。でも美容外科はない。そうすると美容外科医になりたいなと思ってる人は、まあ、ある程度のそのドクターとしての最低限のものを身につけるの研修医2年間やるわけですよね。まあ、各科回って他の、科はこういうもんかなっていう、まあ、麻酔科出身と産婦人科の先生多いと思うんだよね、結構。だけど形成外科っていうのを選ばれる人も多いです。やっぱり細かく塗ったり綺麗に塗ったり、総傷治癒って言って傷がどうやって治っていくのかとか、まあ、その他には火傷治療とか、顔面骨の骨折、顔面骨の骨折いっぱいやってる先生はほら顔の輪郭の骨を触るのが得意だったり、で耳鼻科の先生が鼻が得意だったりもするよね。美容外科って言っても頭の先からさ、つま先までさ、全部あるわけだから、胸だったらやっぱり乳腺外科やった先生とも関連するだろうし、で、まあその中でも、まあ、形成外科っていうのが一番美容外科に近い、まあ麻酔科半年と形成外科もまあ3年しかいなかったんだよね。だからもっと形成外科を勉強したかったんだけども、まあ家庭の事情でできなかったんだけど、まあその足りない部分をまあ、韓国で勉強して、で大学院もね慶応の方に行って形成外科で勉強したんですけど、まあやっぱりそういう形成外科の知識がやっぱり元になってる美容外科の方が僕はいいと思います。もちろん形成外科やってても下手くそな先生います。っていうような人もいます。でも知識はありますよね、そこで認定医を取ってるわけだから。自分が手術下手だなって思う先生は手術せずにちゃんとレーザーの方行ったり火傷治療の専門のとこ行ったりっていう感じで、みんなうまくこう自分に合うところ選んでいくんだけど、美容外科の先生はやっぱ手先が器用っていうのはねすごい大事、センスもあると思うんだけど、でもそれは必ずしも形成外科医じゃなくても身につけれる技術ではあるんですよ。どっちも差はないとはないんだけど、手先が器用でセンスが良かったら一回見ただけでできますから、勘のいい人やったらちょっと教えてもらったらできるし、それはまあ問題ないんだけど、もう誰でもいいって選んじゃうと、その自分が向いてるかどうかわからない中でいきなり美容外科に入ってくるもんだから、潰しが効かないのね、向いてなかった場合に。いっぱい大手に入ってたくさん入って辞められてて使い物にならない若い先生いるのもすごい業界として問題だと思う。まあ、形成外科で入ってれば、あ、だんだんとこういうの向いてるなとか、こういうのが自分得意だから目やろうとか、そういう機関としてやっぱり会ってくれるのはすごい助かってますよね、美容外科として。ちなみに院長は誰でもなれる、なれるお医者さん、法律的には全然問題ない。美容外科の院長になるのに麻酔科出ててもなれるし、研修医上がりでもなれるし、内科でもなれる、ただ内科、去年まで内科やってた人に手術してもらいたいかってことですよ。でも分かりづらいですよね、一般の人からしたら。分かりづらいですね。いましたよ、やっぱ去年まで内科やってて美容に転身って言ってて、注射しかできませんみたいな。
まあ、それでも注射うまかったらいい話やねんけど、うんうん、だからあのやっぱりちゃんとした手術あるじゃないですか、はい、鼻の形成手術とか顔面の骨切り手術とかまして包茎手術とかはやっぱり形成外科の、あの専門医のいるクリニックに行った方がいいと思います、うん、ボトックス打つとか、うん、埋没だけちょっとやってもらうとか。でもじゃあ埋没がうまくいきませんでしたとか目の手術やり直しってなった時にはやり直せる技量はあるんかなっていうところですよね、うん、だから美容外科の入り口としてそういう大手の軽くいけるクリニック、まあ、脱毛から入ってっていうところはもうたくさんあっていいと思うんですけど、うん、その全部我々できないから。だけどもやっぱり大きな手術をやるときにはやっぱり形成外科専門医あるところ、まあ、一つの基準としてよ、うん、専門医持ってても下手くそなやついるからね、うんうん、は大事だと思います。このチャンネルがいいねと思ったらいいねとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。